かしい。一時はどうなることかと。ごめんごめん、ちょっと忘れ物しちゃってさ。忘れ物？まだ内緒だよ。もうびっくりしたわよ。列車がやっと出発したかと思ったら、マグの姿がないんですもの。パンナムタウンの代表としてミューゼビルに向かうんだから、しっかりしてもらわないと。わかってるよ。いいえ、分かってないわ。ホワイトヘッド主席からパンナムタウンで一番の冒険家を連れてくるようにって言われてるのよ。一番の冒険家か。なんだか照れるな。戦士文明の調査機関ソシエテからの直々の依頼など、大変名誉なことですぞ、マグ坊ちゃん。教えてから頼みたいことって一体何なんだろう。その辺は私も詳しく聞かされてないのよ。まあいいや、行けばわかるだろうし。何の音だろう。大変、緊急サイレンだわ。緊急サイレン？ええ、この辺りは大陸間鉄道を狙った盗賊が頻繁に現れるの。だから列車内に侵入者がいると緊急用のサイレンが鳴るようになってるのよ。侵入者だって？前の車両からみたいだ。なんだろう、行ってみよう。
ばれているのは俺だったんじゃ。いいじゃん、マグ。ちょっとぐらい有名になったからって浮かれてんじゃないぞ。あたいとどっちがパンナムタウンで一番か、今度の冒険ではっきりさせてやるよ。結局、サイレンの原因はチェイン様だったということですか。まったく人騒がせのやつだな。動くんじゃねえ。俺はあるお宝を探してるだけだ。しばらくおとなしくしていれば手荒な真似はしねえ。俺の名はカルカーズ。この辺じゃちった知れた盗賊様だ。狙った獲物は逃さねえってな。盗賊ですと？そうよ。盗賊だかなんだか知らないけど、お前に渡すものなんてあるもんか。そこですな。やったな。あ、それ。この情けねえ。今日のところはお前の度胸に免じて引き上げることにしよう。あばよ、坊主。くそ、逃げられたか。それにしても、よりによってなぜこの列車が盗賊に狙われたのでしょう。ニーナ様なら、何かご存知かもしれませんな。何か知ってるの？ええ、赤い狼って呼ばれている凄腕の盗賊よ。狙った獲物は逃さないって言われてるわ。狙った獲物か。
何かを探してるとか言ってたけど、どうやらおとりだったみたいね。カルカーノにみんなの目が向いている間に目的のものを狙うっていう。実はさっきの騒ぎの間に積み荷の中で一つだけなくなってるものがあったの。丸い形をした鑑定品なんだけど、いつの時代のものかわからないってソシエテ博物館に相談したら、重要な鑑定品だから一緒に持ってくるようにって言われてたのよ。そう、カルカーノめ、鑑定品を盗んでいたなんて。卑怯千万でございます。マグボッちゃんが正々堂々と戦ってる間に盗みを働くとは。そうね、でもマグがカルカーノを追い払ってくれたおかげでみんな無事だったんだし、それだけでもよかったわ。ミューゼビルに着いたら急いでホワイトヘッド主席に報告しておくから大丈夫よ。多分私はソシエテに報告に行ってくるから。マグたちが着いたってことは私からホワイトヘッド主席に伝えておくわ。カルカーノのこともあるから今日は話が長引くと思うけど、マグたちはどうするの？どうしようかな。マグモッちゃん、まずは今夜からの宿を手配しましょう。宿ってことはホテルね。わかったわ。それじゃあ明日の朝連絡に行くから。私は宿泊するホテルの手配をいたします。町の見物が終わったらホテルを訪ねてきてください。よろしいですかな、マグオッちゃん。じゃあせっかくだしミューゼビルを一回りしよっか。